県内一周ナレーキレン、やったラストスタート、ラストラストよし行こう。さあ残すところはあと1区、全国ネットのテレビ番組にも登場する有名社長の鍋、それが大分にも登場いたしました。来たよ。やってきたのは船井町ミルの2階国崎キッチン大輝です。住んでますねこれまだ。ベースは何これ？ホタテです。ホタテってあの貝のホタテ。はい、そうです。え、合うんですか？ものすごく合います。病みつきになりますね。うわすごい、はい、食べたことない、聞いたこともない。確かに。ホタテベースのもつ鍋スープ、うんうん、初体験だと思いますよ。いや知らない知らない。こういうホタテすごい。ものすごい。いただきます。あ香りも味もめっちゃホタテ。うわ、蛇口ひねったらこの出汁出てきてるし、ね、ライのうまさ本当に貴重な絶品スープに締めのプリプリのもつもいただきましょう。いやもつも気になる。わいいいいシンプルできたね。いい。もともとは名古屋の博多もつ鍋屋さんっていう会社があるんですけど、そちらのもつ鍋になります。実は今日はあの名古屋から山中社長にお越しいただいてます。すごい社長です。自分で言った。デジャブルの取材のためだけに今日来ました。うわ恐縮ですよ。すごい。今日は会いたくて来ました。素晴らしい。ホタテを出汁に使ってもつ鍋っていうのはどうやって考えたんですか？ホタテが好き、もつ鍋が好き、はい、九州が好き、全部を手をつながせるためにこの15年かけて作ったのがこの鍋なんですよ。うち1日1組限定博多もつ鍋は本店っていうのをやり始めたんです、はい、未だに本店では1組しか食べられません。うわこれ名古屋の人見たら怒ってきますね。そうですか。考えますね。いや申し訳ないよ本当。さあ貴重な絶品スープに締めのラーメンもどんどん進んでいきます。もう最終回のおいでです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。橋本代表にも一筆お願いしました。代表、鍋とは家族です。ファミリー。とにかくもうこの鍋を食べてですね、あったかい気持ちになってほしいっていう家族みたいですね。この鍋も家族の。そうです、そうです、もちろんそうです。わー、もつ鍋、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、でもゆいちゃんはね、あの8つの鍋を全部買っちゃった、うん、そう、もう本当に県内一周したっていうぐらいいろんなところに行きました。やっぱ食材が変わることによってこんなに鍋の味もあと締め方も変わるんだっていうのも知ったし、大分県だけでこんなにいろんな種類があるっていうのもまず驚きですね。何が一番すごいってやっぱ作り手の方たちですよね。すごかった。それを聞いてまた改めてもう一回もう一周してもいいなって思います。はい、1年かけてですよ。いや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 、頑張れ。え、あのユニフォーム着るんですか私？そうですね。そうあの食べることよりもそれが嫌です。そっちか。でもあのゆいちゃん見ても大分県いろんな鍋があるんですが、今回は最終区のもつ鍋をちょっと皆さんにも食べていただこうと思って、うん、ありがとうございます。わざわざ作っていただきました。匂いがいいと思います。ホタテですか？もう行っていいよね。行っていいですよ。お出汁行きたいもんね。あ、今までの私たちが食べてたのに全然違う。でしょ。うわすごい。色もそうだけど味に透明感がある。でしょ。なんかもう魚介の風味がもうほんとしますねこれ、うん、あのホタテの塩辛さでまた野菜がさらに甘くなるんですよ、うんうんうん、ほんと。あのね、食べ続けてると感じるんですけど、ちょっとねバターが入ったようなすごい上品な塩のスープみたいな感じがするんですよ。コクがあるから。わかるわかるわかる。このね
この塩気がそういう感じがする。でね、もつをちょっと食べていただきたいんですけど、うん、あのもつね、すごい要はあのほとんどの部分がアクが出る部分としてあの溶けていくんですって、うんうんうん、だからもつ鍋煮込んでもアクが出ないんですよ、このもつ鍋。綺麗なまんま。なるほどね。あ、江戸さんいいですよ、ついでいいですよ。どんどん食べてください。あのもつならではのあの豊かな風味が強くて美味しい、うん、しプリプリで食感も。なかなか好きな博多でもこういうもつ鍋ってないですね。いやいや、ちょっとないですね。なんかはっきり言っちゃうと都会的な感じね。わかります。でも本当単純にもホタテともつ鍋もそれが好きっていうので生まれた一品なんで、うん、時期にはね、あの博多にも進出したいっていう目標もあるし、うん、これ何杯でもいけそうなんです。何杯でもいけちゃうんですよ、うん、でこれね、あのちょっと気をつけてほしいのが、山中氏は今回大分のレジャクで放送するんでっていうことで、うん、あの期間限定だったのをちょっと伸ばしてもらったんですよ。期間限定で本当は終わってるはずなんですよ、うん、でもレジャクでちょっとあの紹介していただくんで伸ばしてくださ い。じゃあ他のもつ鍋もあるのね。これだけ、もつ鍋はこれだけです、はい、なんでぜひね、あの今しか食べられないこの絶品もつ鍋食べてください。締めもね、雑炊かラーメンか選べるんで、これこれ汁ね、ずっと飲める。それ翔太君が言った。いや本当蛇口からひねってね、うん、そう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 、分かるわ、あの言ってたコメントが。うん、あとこれも美味しかったですけれども、まあ、あのフグもすごい。そう、第一句もね、いやいや、もう本当にフグね、もう身がすっごい、もうキュッて引き締まってて食感がいいんですよ、うん、で何よりもあの2200円の単品で頼むことができる。だから飲みに行った時の予約で、はい、安いしね。私はすっぽんかな。あ、すっぽんね。すっぽんの食べ方っていつもそうなんだけど、うん、先にすっぽん食べるのよ。だからお汁をめでて、はい、その後にお野菜を入れていくの。あのエンペラ部分とかも、うん、あ、エンペラ部分でもコラーゲンたっぷりでとか、まあ、あの村なんかは絶対こ全部コラーゲンだからね。そうそうそう、必要。あのちょっとね、あのすっぽん鍋で、あの翔太くんが胡椒がちょっと入ってる感じがするらしいんですよ。なんで普通のあの鍋もスープがちょっと違うらしいんですよ。ああ、なるほどね。しかも特製のポン酢だれで食べるのめちゃくちゃ美味しかったです。うんうんうん、他にもやっぱあのつみれもマグロの中落ちをね、つみれにするっていうのあれはめっちゃ本当にあの贅沢な鍋だと思うんですけど、これすごい美味しかったって。めちゃくちゃ本当にふわふわだし、しかもこれしっかり火を通さずちょっとそうそう、ちょっとレアがよかったよね、ゆいちゃん。なるほど、うん、ね、山椒の香りがすんごくあのマグロのつみれに合うの。うこれも絶品でした。改めてさ、大分ってすごいね。そうなんですよ、ね、いやだからあの本当に豚ホルモンだったりとか、あのシャモもそうですけど、やっぱり大分って食材の宝庫だからこそ、うん、いろんな鍋が、ね、食べることができるっていう、うんうんうん、まだまだ寒いしね、鍋は食べないですもんね、うん、こんだけ美味しい鍋あるんですよ、大分県中に。そうですよ、ま、ぜひ皆さんで、ね、食べていただきたい。次はね、ゆいちゃんがね、あのエースとして2周目いきます。2周目いきます。いいね、いいぞ。こんな駅伝してくださいっていう駅伝シリーズ、皆さん頑張ったらゆいちゃん宛に送ってください。全部締めまで皆さん紹介します。今週見たらやっぱし釜は頑張んなきゃな。鍋じゃなくて釜でね、釜も頑張らなきゃ。ということで、釜駅伝ではありません、鍋駅伝です。そうでございました。